皆さんこんにちは、ごチャンネルです。いつもご覧いただきありがとうございます。先日、昔の僕の教え子さんで、高校3年生の女の子からこんなメッセージが届きました。YouTube チャンネル登録しましたよと、ありがとうございます。私はTOEFLの点数を上げるのに苦戦しています。TOEFL系の動画を待っています。ということで、今回はTOEFLの動画です。僕自身、先月から YouTube 始めて、TOEICの方とか、もしくは、午後で言える英会話のシリーズの方に力を入れていて、TOEFL系の動画はあまり入れてなかったんですね。ただ今回この生徒さん以外にも TOEFL 系の質問をたくさんいただいたので、今回は TOEFL を紹介したいと思っています。まず TOEFL は海外の大学に進学するために必要な試験です。アメリカとかカナダとかイギリスとかいろんな大学で使えます。そして点数配分としては120点です。リスニング、スピーキング、ライティング、リーディング、この4技能が30点ずつで合計120点満点です。でもし120点中80点取れると結構いいです。海外の大学に進学できるというレベルです。で、90点取れるとその大学の進学先の幅が広がってきます。さらに120点中もし高校3年生で100点取れたら、海外の相当高いレベルの大学にアプライできます。そんなことを念頭に置いてちょっと聞いてみてください。そしてこの生徒さんからのメッセージに続きがあります。こちらです。8月までに100点欲しいと。なぜならば栄養入試で使いたいからということです。かなり高い点数ですね。で、今現在の彼女の点数っていうのが82点です。これでも相当高いです。彼女自身は高校時代に、まあ1年前とかに海外に留学したんですね、1年間。で、帰ってきてから受けた点数が82点です。つまり、ここからあと20点弱上げなければいけないというのが彼女の現状です。実際にどのセクションが一番苦手か聞いてみたら、リーディングということです。他の3技能に関しては、それなりに取れてるんですけど、リーディングだけはなかなか取れないということです。そこで今回はリーディングに関するアドバイスを考えてみました。多分いくつか原因があるんですけど、考えられるのは2つです。1つ目は単純に語彙不足です。語彙がついてきていないので、おそらく内容を理解できなかったりだとか、もしくは時には設問自体がすごく難しいので理解できない可能性もあります。2つ目は語彙が偏ってる可能性がある。例えばある分野ではその語彙のレベルが高いんだけど、ある分野では低いということが考えられます。おそらくこの2つ目が原因だと思います。TOEFLのリーディングはいろんな分野から出題されます。例えば Psychology, Education, Ecology, Economics とかいろんな分野があるんです。その分野によって単語の語彙が違うんですね。なので自分の得意な語彙もあれば不得意な語彙もあるということです。これをまんべんなく勉強していかないと取れないのが TOEFL のリーディングです。さらに制限時間も短いです。じゃあ今の状況で何をすればいいかというと、単純に語彙を増やすことが大前提です。ここで紹介したいのが僕が使っていた参考書です。林さんのTOEFLの英単語5600というものです。これは点数で言ったら80点から100点、もしくはそれ以上目指す人用の単語帳です。これのすごいいいところは、もちろん音声もダウンロードできるんですけど、その分野、いろんな分野に精通しているということです。例えば全部で60パッセージ以上の読み物があって、その中にさっき言った心理学だとか教育だとか生態学とか、もしくは経済学とか、いろんな分野が詰まってるんですね。中を見てみるとこんな感じです。右のページにそのパッセージで使われる単語のリストが載っています。僕がしたのはまず5分ぐらいかけてその単語リストを見て読んで発音する、そして覚えるです。ああそうなんだ、そんな意味があったんだ、この単語全く知らないわみたいな感じで、まずはしっかり見るということです。初見のもの、初めて見る単語、そういうのもあると思うんですけど、とりあえずは見てしっかり覚えようとすることが大事です。当然この段階では絶対覚えられません。誰も覚えられないと思います。さらに1ページめくると左側に重要な文章を書いてあります。で、ここで単語レベルから文章レベルに上がっていきます。この左側の青い部分っていうのは右ページの文章の青い部分に対応してます。この文章ももちろん音声付きです。ここで僕がやったのは左側の文章を読み込んで、で、こういう意味があったのか、こういうふうに使われてるんだってことを確認します。ここまでで大体10分ぐらいですね。で、その上で教材を一旦閉じます。閉じてから、この右側の文章を音声で聞きます。こちらも初見です。一回も聞いたことないんですけど、とりあえずは聞いてみて自分なりに理解しようとするということです。そこはまずポイントです。で、もちろん一回で理解できることはまずないです。基本一回で理解は難しいんですね。なんて言ったんだろうとか、全く分かんなかったって感じで終わっちゃうと思います。おそらく。ここで2回目は聞きます。2回目はまた教材を開けて、文章を見ながら聞くんです。この文章を見て、あ、こう言ってたんだ、わかんなかったわ、っていうことを確認します。まずは。それでも結構2回目でも見ながらやってもわかんないんですよ。こんな音のつながりだったんだとか、もしくはこんな簡単単語でも聞くのは難しいなとか、ブツブツ文句言いながら僕はやってました。僕はこの作業を結構繰り返しました。2回、3回、4回。
もう場所によっては全然聞こえないので、そこの部分だけを5秒とか10秒だけを聞い取って、そこだけをずっと聞いたりしてました、自分が納得するまで。この作業はおそらく人によって大きく異なります。僕の場合はだいたい20分ぐらいかけていました。人によっては10分かもしれないし30分かもしれません。ただその後にようやく全体の流れが分かるところまで来ます。文章の流れが分かるところまで来た時に、ここで終わらないんです。また閉じて聞きます。つまり3回目です。で、3回目聞いても分かんない単語があるんですよ。さっき2回目聞いた後に散々調べて散々分析していっぱい聞いたんだけど、それでも分かんない単語が出てくるんですね。これが困るんですよ、いつも。これは人間の記憶がショートメモリー、短期記憶なので、ある意味仕方ないことなんです。避けられません。でも実はここがポイントで、ここで本当に聞き取れなかった部分っていうのが、皆さんが本当に分からないところです。難しいところです。理解ができていないところなんです。誰でも分析して練習してもなかなか理解できないところがあるんですね。ここをいかに自分の語彙、自分の得意分野にしていくかが大きな鍵です。自分の今の力を飛躍的に伸ばす方法っていうのはいくつかあると思うんですけど、僕が中でもおすすめする方法っていうのは、自分の一番不得意な分野を伸ばすことです。この単語帳の場合は、自分の不得意な分野とか語彙とかを徹底的に練習する。何回聞いてもわからない語彙をひたすら練習したり、例文見たり、もしくは使ったりして、ひたすら練習して分析しました。このあたりの作業は人によって異なると思います。ただ一つのパッセージがだいたい1分半なので、まあどっか1箇所聞い取ったとしても10秒とか15秒なんですね。そこの部分をひたすらやるんで、そんなに時間はかからないです。僕の場合はだいたい10分から15分くらいかけてやっていました。ここまでの全体の作業時間っていうのがだいたい40分から50分くらいです。僕の場合はもっと早い人はおそらく30分くらいできちゃうと思います、効率のいい人は。でも僕は良くなかったので、だいたい50分とかかけてました。これが全体のまず流れです。僕の場合は1日に1パッセージやってました。この場合だとパッセージ1をやってました。で、翌日にパッセージ2にすぐ入るんじゃなくて、パッセージ1をもう一回聞きます。何も見ずにもう一回聞きます。で、分からなければまた教材開いて、ああこういう意味だったとか、あ俺また忘れてるわってことを確認しました。もちろん1日目にパッセージ1終わった後に寝る前とかに見てもいいんですけど、おそらく覚えてるんですね。ちゃんと確認できちゃうんです。で、実はここに落とし穴があって、人間の脳っていうのは脳科学的には1回覚えたものを24時間以上してからまた見て思い出す、もしくは聞いて思い出す作業によって記憶が強くなるんですね。記憶の定着が上がります。なので僕がいつもやっていたのは、1回覚えたものを24時間以上経ってからまた思い出すっていう作業をしてました。そういう作業を脳にさせることによって記憶が定着します。で、その後に2つ目のパッセージに行くということです。ということは、2日目になるとこのパッセージ1がパッセージ2のためのウォーミングアップになります。2日目のウォーミングアップがパッセージ1です。そんな風に設定してました。じゃあ3日目何するかって言ったら、3日目はパッセージの2をウォーミングアップで使っていました。で、当然3日目もパッセージ2の内容を忘れてるんですね。全部じゃないですけど忘れてるんです、部分的に。それをまた見て、あ、そうだったってことを確認します。それからパッセージ3に行ってました。これをひたすら繰り返して、この60パッセージを2ヶ月で終わらせるというのがイメージです。作業時間は1日1時間ぐらいだと思います。で、僕の場合は本当に学びが遅かったので、この2ヶ月のところ僕は3ヶ月かけてました。アホだったので相当ね。例えば月曜日から金曜日までパッセージ1から1、2、3、4、5ってやった後に、金曜日になったら月曜日のパッセージ覚えてないんですよ。忘れてるんです。全部じゃないですけど覚えてないのは多いんです。なので僕がやったのは、土曜日にパッセージ1、2、3の復習をして、あ、そうかってまた記憶を定着させて、で、日曜日にパッセージ4、5の復習をしてから、今度次の週の月曜日にパッセージ6に入ってました。いや Yep。 What's up? We decided we're gonna do a potluck anyway. So we're barbecuing hot... Like, you don't know, you don't have to. But we're barbecuing hot dogs. We're doing like... Okay. You can just do, you don't even have to bring anything. You can just show up. We're just on the patio eating. Patio, oh, they're just there, right? Yeah. Okay. We're just making hot dogs and... Okay. Until what time? So... なぜかルームメイトが侵入してきました。ということで、どこまでやったか忘れちゃいました。今日土曜日なんで、これからバーベキューやると、そこのパティオでやるということで、僕誘われたんですが、後で行きたいなと思っています。まあいい年です、それ置いといて、気を取り直していきます。僕は数字とか、あとは日本語を覚えたりするのは好きだったんですけど、英語を覚えるのはそこまで得意じゃなかったんですね。今でこそ他のシリーズで紹介している語源の知識を使って覚えるっていうのも
やってるんですけど、当時は誰も英語の単語の覚え方を紹介してくれたりだとか、あとは勧めたりしてくれなかったんですね。ひたすら塾とかだったらもう覚えろみたいな感じだったんですよ。なので僕の場合は結構当時からひたすら単語のいい覚え方ないかなってことをずっと考えてました。高校生、大学生ぐらいから。まあ単語の覚え方に関しては皆さんの覚え方もあるだろうし、あと生活のリズムとか、どれだけの時間を単語に費やせるかっていうのもあると思うんで、それは自分の中で相談して取り組んでいってください。という感じでざっくりこんな風に僕は単語を覚えていました。で、世の中にはおそらくもっといい方法だとか、もっといい取り組み方があるかもしれません。なので僕の方法はいろんな方法の中の一つとして参考にしていただければと思います。で、僕の当時大学生の時の点数が78点でした、確か。で、この方法を取り入れてから3回、4回ぐらい受験して、で、その後取った点数が120点中108点です。それぐらいこの教材は僕が学生時代から今も教員になってからも何百冊も使ってきた中でベスト5に入るぐらい良書です。ぜひ書店に行ってちょっと見てみてください。あ、どんななのかなってことを見てみて、自分なりにイメージを膨らませてみてください。また英検とかトフルとかアイエルツとか、もしくは留学に関する質問とかも受け付けてますので、ぜひコメント欄に残していただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。おがチャンネルでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。英語学習や留学のカウンセリング、英作文添削も行っています。ぜひホームページをご覧ください。どうすか？どうすか？取れてる？